長屋園のお茶漬け海苔お茶漬け海苔シリーズの一つ、酒茶漬け。湯を注いだ状態であり、抹茶芯をあどけているお茶漬け海苔とは、飯にかけて熱湯を注ぐだけでお茶漬けを作ることができる調味料で、インスタント食品の一種である。1952年に長谷園のお茶漬け海苔が最初に発売され、以降各社から様々な製品が発売されている。 なお本校では、以降便宜上、お茶漬けのりを一般名詞として、お茶漬けのりを長谷園の商品として記述する。お茶漬けのりの基本となっている内容物は、のりあられ、抹茶塩である。また種類により、これらに加えて鮭、鮭梅干し、わさび、野沢菜、わかめなどをフリーズドライ加工したものが入れられている。無論、これらの調合の割合、 内容物には製造者によって違いが見られる。これらの内容物のうち、あられは乾燥剤としての役割も担っている。なお、飯の標準的な一膳分に適した量に小分けに包装されているものが多いが、中には量を好みで調節できるように小分けにされていないものもある。適切な器に適量のご飯を入れ、そこに、 蒸気のような内容物のお茶漬け海苔を乗せて、熱湯を注ぐだけで食べられる。抹茶塩は熱湯をかけると溶け、塩味のついた緑茶になる。ただし、好みにより、緑茶をかける人もいる。1980年代以降は、通常用いられている、刻み海苔の代わりに生海苔に、食感や風味を近づけたのりを使用するなどした、高級志向のお茶漬けのりも販売されている。 さらに1990年代以降は、ラーメン茶漬け、中華茶漬け、ウーロン茶漬け、カレー茶漬けなど、アレンジされた製品も開発、発売されている。なお、お茶漬け海苔は、お茶漬け以外に、うどんやパスタ、だし巻き卵、浅漬けなどの材料として使うこともできる。お茶漬け海苔を販売している各社のサイトなどで、レシピが公開されている。日本では、 インスタント食品の先駆けとして知られる長屋園のお茶漬けのりが長屋家の10代目である。長谷義雄によって発売されたのは1952年である。しかしながら、このお茶漬けのりには全段階となるものや開発のヒントとなるものがすでに存在していた。それは緑茶、のり茶、ブ,ブブ漬けである。 お茶漬けのりに湯を注いだ後の汁の部分は緑色をしているが、薄緑色の煎茶の製法が開発されたのは江戸時代のことで、それは長谷総七郎によってであった。そして長屋家の九代目の長谷武蔵は、細かく切ったのりに抹茶や食塩を加えて作ったのり茶を開発した。こののり茶は、これを湯で溶いて飲むだけの飲み物の一種であった。 長屋家の十代目の長谷義雄は、この父が開発した海苔茶に、京都の料理の一つ、小粒あられやかき餅が入ったブブ漬けの要素を取り入れたのである。お茶漬け海苔にはあられが入っているわけだが、これはブブ漬けにヒントを得て入られたものとされる。このあられには吸湿性があるために乾燥剤として利用でき、海苔などが湿気を帯びるのを防ぐという効果もある。しかし、 それでも、お茶漬けのりの発売当初は、内容物の一つである、細かく切ったのりの乾燥状態を保って、パリッとした食感を保つのに苦労しており、お茶漬けのりの袋を二重にするなど、試行錯誤を行っていた。なお、パッケージは、長谷義尾により、定式膜を参考にしてデザインされている。このデザインは、発売当初から2009年現在まで、ほとんど変わっていない。 また、商品名が、お茶漬けではなく、お茶漬けなのは、長屋の思い入れがあったとされる。発売当初は当時としては、割高な価格もあり苦戦したものの、地道なセールスにより売り上げを伸ばし、やがてヒット商品となった。1952年の発売から2016年までで、お茶漬けのりだけで150億食以上、他のお茶漬けシリーズを含めると240億食。 以上が生産されており、この記録は2019年現在も更新中である。お茶漬けのりの発売後、長屋園は1970年に、酒茶漬け、1972年に、梅干し茶漬けを発売したのをはじめ、様々なバリエーションの製品を出している。このうち、酒茶漬けは開発当初、酒飲みほぐし、 骨取りをすべて手作業で行っていた上、鮭をフレークにする技術もなかったため開発には苦労が伴ったものの、お茶漬けのりに次ぐ看板商品となった。なお、2009年現在は、鮭茶漬けに用いる鮭の骨を取り除くために、長屋園では、米仙機を利用している。長屋園のお茶漬けのりは、パッケージ以外にも、芸能人を積極的に起用したりしずるを効果的に、 用いたりしたテレビ CM、封入されたカードによる、東西名画戦プレゼントなど、プロモーションの面でも様々な試みが行われた。過去には、マリオブラザーズとコラボレーションし、ゲーム内に商品が登場する、ファミリーコンピュータディスクシステム用ソフト、帰ってきた、マリオブラザーズがリリースされたこともある。2017年には、クマパラとコラボレーションし、ゲーム内に、 お茶漬けショップが登場する企画が行われている。長屋園のお茶漬けのりは、あたご神社の節分祭において、豆と共に巻かれることでも知られている。お茶漬けのりのパッケージをデザインしたグッズが商品化、されている。デリスドキュエール川上文夫料理教室監修、アイラブお茶漬け 365P163、夏目社2009年7月13日。 発行 ISBN978 から4から 816347320AB デリスドキューエール川上文尾料理、教室監修、アイラブお茶漬け 365P18P164 夏目社2009年7月13日、発行 ISBN978 から4から 816347320ABCDEFG デリスドキューエール川上文尾料理教室、 監修、アイラブお茶漬け 365P164、夏目社2009年7月13日、発行 ISBN978 から4から816347320デリスドキューエール川上文雄料理教室監修、アイラブお茶漬け 365P187、夏目社2009年7月13日、 発行 ISBN978 から4から 816347320AB 長谷園お茶漬けのり日本ロングセラー公コムジンバイ NTT コムウェア2005年10月号変わらないのに新しいお茶漬けのりの提案ビズコンパス2016年7月6日デリスド QL 川上文代料理教室監修 アイラブお茶漬け 365P121 の集め社2009年7月13日発行 ISBN978 から4から816347320熊パラ長屋園コラボイベント行列のできるお茶漬けショップが開催 4gamer.net 2017年4月28日デリスドキュエール川上文雄料理教室監修 アイラブお茶漬け 365P87 夏目社2009年7月13日発行 ISBN 978から4から816347320ありがとうございます